おー始まった始まったおいっハブシュハブシュメンソーレですでそれ今日はなんと豪華ゲストです。いつもね、あの3、4人なんだけど、なんと今日は5人。しかもね、ちょっとイケメンだけ集めてみました。どれちもイケメンもんです。猪木じゃないからはい、じゃあどうします。先に告知、それとも自己紹介。先告知やっちゃう。変な、変なからやめて。おーす、はい、おー、初回2時間ドルチアンデラックスを見たという人は1000円2時間1000円だよ。飲み放題です。これあの、本当にたまにあのこれを見て飲みに来てくれる人がいるんですよね。そうやね、うん、そう、そうそう、外販さんが一番安いと思われてるけど、これが一番安い。そうです、これが一番でもこれが一番安いな。そうですね、さらにあのドルチアンデラックス見たって言ってくれると、マサヤさんからビールのサービスもね出ますよね。あるね、あるんでしょ。ありますよ ね、そうなんです。だからちょっと良ければお願いします。あとハブシもあるよ。ハブシ、そうです、ハブシもある。そしてはいはい、我らの会長、はい、レインボータイム AM79.2MHz 総出総愛噛みつまないと、はい、何時からですか。毎週日曜日10時半からやってます。この後、この後、この後すぐ実食高吐きになってるお願いします。はい、じゃあとりあえず先に CM お願いします。今日はあのー、視聴者の方分かったらすごいんだけど、いつもよりパリッとしてるのはね、うん、今日はなんとドルチェデーっていう日でね、あのセット料金7000円カットの日なんですよね。ちょっとみんな、レンさん隠して、隠してもバレちゃうから、そこはそうなんです。シャンパンです。ドレスコードは清掃です。今日は、うん、清掃ですよ。セットアップ、セットアップでね、みんなバシッと決めてるんで。そう、じゃあ、あの多分初めて見てる方もいっぱいいらっしゃると思うんで、まずね、今日初出場やん。彼はね、彼はそうなんです。え、ちょっと、この人誰？この人、三月かけるですね。かけるちゃん、いえー、かっこいいやって、うん、ありがとう。うちの秘蔵子です。初出演なんだよね、ドルチアンデラックス。まさか、もう働いて半年くらい、今4ヶ月4ヶ月くらいか、はい、ちょっとせっかくなんで、噂によると2000人くらい見てらしいんでね、うん、あの、ご挨拶の方を。そうよ。あ、三月かけるです。よろしくお願いします。やろ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 やったことないから。もともと何してたの？もともとバーの店長をしてました。ああ、はい、ちょっと入ってきた時からやっぱちょっとね、雰囲気ちゃいましたもんね。また、うん、聞いとんのかメガネさん集中集中。どうなの、ちょっとね、あのなかなかね、あの出演してって言いながらもテレ屋さんなんか出れなかったんだけど、そうっすね、今日やっと出れた。ずっと出てません。そうです。特技があのオリーブオイルをかけることが、ね、違う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 、それモコミチ、モコミチじゃねえわあなたはモコミチじゃないけど、影道、影道です。ただ、ね、声は砂利道。そうです。あのかける君、よかったらあのね、仲良くなりたい人は僕の LINE ID も載ってるんで、ガンガン送ってください。味噌汁かけてやってどんな名前よ。そうなんです。あ、そこですね、かける君の ID は ね、 ね、愛知県さん、愛知県さ ん、 そうです。今日も LINE をね、欲しいよね、はい、この前、まさやさん入ってきたみたいですね。本当に、はい、はい、いいの。ほんで、あの前、ね、ドルチェ・ワンデラックス見たっつって来たもんね。うん、送り指名、まさやさんもらったっていうね。お、なんかもう、自分のものにしてるね、デラックスを。そうですよ、当たり前やから3年間やっとんねんから。リアルか。はい、そしてあの、当店のナンバーワンです。よいしょ、藤崎蓮さん。だキャラが今日ちょっと猪木寄りやけど、いつもより。そうですね、そう、もうあの富士山行ってからちょっともう吹っ切れてね。そうなんです。前回出てもらった時、富士山帰りでね、出演してもらった、ね、あ、前回富士山、前回富士山っすね。藤崎デラックスやってもらってね。藤崎デラックス、だから今日も藤崎デラックスですよ、言ったら。本当？はい、そうなんです。好きなことをやってください、うん、あ、わかりました。はい、ここもすごいレアキャラなんで、あの一応、まあ、初めての方もいるかもしれないので、よければ、うん、あの視
聴者の方に何かコメントがあれば。あ、どうも、東京都板橋区から来ました、藤崎蓮40歳、好きな食べ物は高野豆腐です。イエーイ。かわいい。ちょっと古風なとこがね。一応何番、まさか高野豆腐が好きなの。高野豆腐大好き。で、ね、4人でやろうかなと。おいおいおい、待って、え、待って、なんで4人じゃないっす、僕も入ってます。あれ、誰かいる。あれあれあれ、俺す今日すっげえ存在薄い。あれ多分、カキ薄いぞ。カキ薄いぞ。ポッサッキしかも、前出て、前出て、顔だけでも、そうです、顔だけでも。元気です。自己紹介始めた。そう、みんな知ってると思いますけど。元気や。で、さっきもちょっとコメントで、ちょっと4人と1匹って書いてあったけど、そこ触れなかったけど、豚じゃねえし。広いね、1匹じゃないし。器用な前足だね。人間だからね。来てるよ、デブ誰やって。元気。元気。今日、存在少ないからね。じゃあちょっと自己紹介してもらっていいですか。言って。はい、フィリピンから来た、五十嵐元気です。はい。さんです。うい、愛知県とかじゃなくて、僕はフィリピンさんですよ。あ、蝶ネクタイなんですよ、今日。はい。いや、ちょっと地味にコメントが来てくれてて、僕嬉しいんですけど。うん、フィリピン帰る言われてるけど。あ、フィリピンですか。まだ多分ビザの方切れてないんで、まだ大丈夫です。そう、まだ日本にいさせてください。よし。まあ、今日もよろしくお願いします。お願いします。このメンツでお送りします。いや、ほんと、でも LINE は欲しいね。 LINE 欲しい。そうですね、ちょっと誰か、でも今日くらいあるんじゃないですか。いつもと全然メンバーからっと変わってるからね。まあね、来ればいいな。後ろにいるはずなんで、同じサイズ感。遠近法がなせる技やね、これは。いやー、今日は藤崎でラッコさん始まりましたね。始まりましたね。始まりましたね。じゃあちょっと回していきましょう。じゃあ行きましょうか。はい、まあ、ドルチは、ちょっと社員旅行行ってまいりました。あ、行きました、ね。もうこれ行っちゃっていいですか。行ってください。先週ですね。うん。ナンクルナイサ、沖縄行ってきました。イエイ。イエイ。イエイ。安倍の振りがね、消えてきましたね、ここでね。そうそうそう。楽しかったな。普段お酒飲まないのにね。飲んじゃった。会長のね、無茶ぶりでね、もうハブシ飲んじゃってね。会長、3年ぶりぐらいに路上でうずくまりましたよ。レンさん、そうなることまずないですからね。お酒飲まないね。うちのミスターレッドブルでね、本当に表彰されるんちゃうかいうぐらいレッドブル飲んでるからね。ちょっとね、思い出のね、お裾分けでね、沖縄でいっぱい写真今日のために撮ってきてくれたみたいなんで、もう遊び尽くしたね。ちょっと写真の方見ていきますか。お願いします。確かに先週は新三橋だったな。おー、いきなり、ラストだ。いきなりラストだ。帰りだね。ラストか。じゃあ多分真逆にやってますね。いつもの感じよ。かっこええな、でもこれいいです ね。誰が誰かわからんもん。一番右の人はなんかボディーガードか、なんか見たことありますよね。でもヤクザか。そう、次行っちゃってください。あ、次行きます。はい、拾わない。これ滝行ったんですよ。おお、沖縄といえば海でしょ。海ですね。これよかった。よかったっすね、ほんとに。あ、修行僧だね。この3人が行った。そう、あと1人かけるっていう。かける、かける。あ、違う違う、帰るちゃん、ね。これ結構高さあるんじゃないですか、滝。だってマサヤさんが2メートルぐらいでしょ。そうですね。だから、2メーター30。まあ、3メーター半ぐらいある。そうっす。すごいもん、これ。味わったことないやろ。ないです、ないです、ないです。微妙に痛いっていう。そう。山に行ったんですかって滝じゃなくて。そう、山に行ったんです。修行しに行ったんですね。修行や。そう。そうなんですよ。はい、次どうぞ。次お願いします。これね、なんかね、虫持ってるかけるちゃんがみんな人気あ、これ僕ですね。生薬めっちゃ嫌だ。なんか、ダニなんすよね。ダニ？ダニなんすよ。でかいですか？ダニ？はい。七不死みたいなダニ。え、川にダニがいるんですか？なんか岩陰にいるらしくて。そう、ダニが、はい、ダニって人間を吸うの？なんか、そうですね。もうどんどん行きましょう。あ、行きましょう、行きましょう。これも滝ね。あ、これ。これ最高なのよ。神秘的。沖縄こんなとこあるんですね。本島ですか、これは。本島、本島、本島ですね。本島にあるの。名護のちょっと先。ここで株主みたい。あなたたち小売島行ったでしょ、リキちゃんたち。あ、僕と新さん小売島に行った。あの辺の近くですよ。あ、みんな近いとこにいたんだね。そう、最高や。次どうぞ。お、これは誰？これ誰？これ誰ですか、これ。これ海んちゅうや。海んちゅう。おい、おい、チラ玉、チラ玉、チラ玉や。チラ玉。もうそう、マサヤさんに注目いきがちだけど、この原生林ちょっと見て、すごいでしょ。ああ、原生林って言うんですね、こういう。ジャンゴーや、ジャンゴー。すごい、昔、ジュラシックパークでできそうな。どうぞ。お願いします。これ最高！これ楽しかった。透明度高いな、これ。この時も我慢してるから、俺。何を我慢してるの？
ましょう。はい、次どうぞ。次お願いします。もう一個我慢してる、我慢してるから。どうぞ。これは翔也君と僕ですね。そう、黄色いシノケルが僕かな。あ、楽しかった、ありがとうございます。ほんとありがとうございます。なんでみんなこれ手袋つけてるんですか。いや、触るからなんか岩とか。へえ。はい、次。お、これリアルニモじゃない。そう、リアルやね、これ。リアルニモ。ファイティングニモ。ファインディングニモね。あ、天然か。めっちゃ綺麗じゃない。え、これ自分でほんまに写真撮ったんですか。この日撮ったんですよ。そうやね、ニモがもうすごい寄ってくるから。水族館よりすごい綺麗な感じがある。やば、綺麗。そうやね。へえ。はい、どうぞ。これ何、あの漁に行く。誰が漁やねん。なんかスモグリかなんかを職業にしてる。これいい。甘さんっすよね。甘さん。ハゲさん。マサヤさんの頭と後ろの岩は同じ形してますね。これ、はい、どうぞ。いいです。いいです。これもうフィルターかけてないからね。もうこの時も我慢してるからね。我慢してるから。はい、何を我慢してるの。いろいろ。いろいろね。いろいろ。はい、どうぞ。これあのハリーポッターかな。リスさんだね。これもあったな。この写真が一番大好き。俺沖縄でよく見つけたよね、この帽子。いや、まさやさん無理やり被らされたっていう。ちおもろいやん。帰る1時間前ぐらいで。これ飛行機。そうですね、飛行機で。ですか、これ。そう、これ現地に撮ってもらいました。あー、綺麗ね。綺麗、雲だけだね。確かに撮ってた。雲だけやけどね。はい、どうぞ。これ何ですか。これ何すか。天然のウォシュレットですね。そう、これはウォシュレット。天然のウォシュレット。ここ滝に行った時に10分ぐらい我慢しとってんけど、こう滝に着いた時にはもう催しててん、俺は便を。え、漏らしちゃったってことですか。いや、漏らしてない、まだ漏らしてない、まだ。ほんなら、あの宇崎さんとかがね、プレイングマネージャーがこうターザンみたいな人から、うん、マサヤ、マークもやりーやって言われて、あれやっとったら、口負けとった。ターザン中に。割らないんだもん。そう。絶対ありそうやのにね、普段やったら。ね、なんていうの、その、作ったケーキを、こう、あの人らが渡してくれた。ガイドさんが。ガイドさんが。俺に回ってくんなよと思いながら、アップルティーのホットと、ケーキを震えながら食って。もうそっからもう限界よね。食べるあたりがマサヤさんらしいね、限界来てんのに。で、駆け上がって、ボワーンってやって、タケルついてきてくれる。匂いと笑いすぎて、もういい、もういい、次どうぞ。医者だ。夏に行ったやないかい。次どうぞ。安い、これ限界、これ限界の時です。あ、これ、うん、あの、バフってする前です。そう、顔がもうやった、顔がやばいぞ。これ汗じゃない、汗じゃない、汗めっちゃかいてるよね。これもうやったるぞって顔が。次どうぞ。あ、これ、あ、やってきれいな。これ休憩の時に食べたやつ。早期そばですか。これがもう来たんやろね。はい、どうぞ。あ、これラブってる時、ね、あ、これラブですね。まあ、甘えん坊なんだから甘く。はい、どうぞ。レンさん優しいな。あ、これハリーポッターと僕です、ね。ハリー、名前変わってません。最高や。ベニーモダルトね、これ美味しかったですね。はい、どうぞ。バラ売りで。うわー、これあれや。いいですね。これはね、ヤシガニ食べてる時はね。ヤシガニ鳥肌だったんですもん。やばいね、雲みたいなね。そうなの。はい、さん、いいんですか。これヤシガニ。ヤシガニ。ペットで、なんか。僕はヤドカリを飼ってるんでね。ヤドカリを飼ってるのに、俺がヤシガニ食べたいって食べてもらったから、すごい複雑な気持ちで。どうぞ。あ、これ。最高。あ、いいですね。綺麗やろ。ほんと日本じゃないみたい。はい、どうぞ。ほら、これもアングルこだわったからね。最高。はい。最高やがな。綺麗ね、なんかほんまフィルターかけてるみたいな感じがするもん。はい、あ、これちゃん、こういう感じ。マジでこんなやってるな。いや、ほんと綺麗でしたね。鳥がいない。え、水中ゴーグル越しに見てもこんな感じ。そうだ、まあその時も俺は我慢しとったよ。はい。お腹弱いな。飛行機の中でビール飲みすぎたから。あ、カヌーもやったんすね。そう、シーカヤックで無人島まで行って、そう、2人で一生懸命こいで。はい。おー、これいい写真だね。あ、一番右側の本職のお坊さんの方ですか。これ、なんか、地味にレンさんもすげえ表情してますよ。やばかったよ、これ。はい。これタコスだね。タコス入りましたね、今回、慰安旅行でね。食べたよ、一緒に。食べましたよ。あ、僕は写真撮ったんですけど。はい。
あー、終わりました、終わりました。ちょっとこんな感じのね、旅行したんですけどね。沖縄は初でしたか、皆さんは。僕10回目だったんですけど。あ、10回目そんなに行ってたの。そうなの。一人で行ったこともあって。俺も4回目ぐらい。あ、でも俺も、もうちょいか、7回、なんかおばあちゃんが沖縄なんでね、お母さんが。ね、沖縄の血が入ってるんだろうね。ちょっと入ってるんかな。ちょっと濃い顔濃いもん。多分じゃあ、CM の後 にまたちょっと何があります、ね、喋りましょう。喋りますじゃあ一回落ち着けますか、うん、じゃあとりあえず CM お願いします。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. 自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。はい、初回行きたい、ほんまに来てください、うん、ね、初回、あ、なんか今コメント来てましたもんね、うん、今日あのドルチェデーなんですけど、あの初回の人も入れるんで、多分入れると思う、配時間とかに、うん、うん、入れる、ちょっとほんまに来てほしい、うん、来てくれたらね、もうまだ締めないから、今のうち、あ、でもそう、売れ切ったらね、もうあれだけど、もうすぐ売れちゃうよ、うん、そうですね、この顔見て締めない、この顔見て、いや、違う、こっち、こっち、かけるちゃん、締めチャンス、そう、アウトが、いや、ほんま、かけるアピールしろ、じゃあ、これぐらいしません、あの、久しぶりに、あの、もしも、あの、多分来てる人もいっぱいいるんだろうけども、うん、私が指名するなら、初回の人なり、既存の人に指名し直してもいいんだけど、指名するなら誰に入れるかっていうアンケートしません。おー、いいね。はい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 、じゃあ、ちょっとお願いします、5人アンケートで、うん、しっかり4人アンケートでいいとこやん。危ないです、危ないです、危ないです。これあのドベはもちろん息があるからね。そうよ、うん、ちょっとお願いします。レンさんの落ち着き方すごいね。あ、いやだってもう落ち着いてるもん。これ落ち着いてんの、はしゃいでんだけど。俺らには分かる。いつもよりちょっとテンション高めで来てくれてるから。本当に。そう、この中で、うわー、ほらもう1票入ってね、マサヤさん。まずね、まだまだ1票。このパターンでマサヤさん0票の可能性あるからね。振りじゃないからね、マサヤさん0票の可能性。伝票の0、1個消せまーす。わかるね。ナンバーワンの権力ですね。あ、でも元気くんで来てるよ。ウェイ、なんで告知するの。そんなことあります。いやいや、今来るから。全員が0だって面白いね。そう、たまに疑うよね。あの、たまに50、50になった時があって、ニタくんの時ね。そう。2人しか見てないんちゃうかなと思って。いろいろ考えちゃう。で、2000人ぐらい見てるみたいからね。すごいね、世界配信やね、これ。かけるちゃんを指名したら、なんかいいことある？あ、いや、もうそれはすごいですよね。何すごいですよね。何してくれるの？真顔ですごい肩もみとかします。真顔で。もうすごいです。オリーブかける。それはすごいです。オリーブかけよう。オリーブ一気しますよね。うん、そうや。おい。そう。じゃ、携帯からだから投票できない人は、誰か直接入れてくれていいよ、コメント欄に。オリーブプレイ。それを 5% プレイだったら。あー、それ背中揉んでるんですよね。できる、できる。あ、出た、ババン、レンさん、やったー、本当にありがとうございます。33点、俺ら、2、はいはい、おはーい。そうか、やっぱみんな安く飲みたいんだね。このマサヤさんとレンさんのレッスン、こういうの嬉しい。元気、今日から頑張っていこう。でも地味に俺入ってたの嬉しいっす。元気もこれからてことは、一緒にグイっすね、リクさん。グイだね。いただきます。イエイ。いや、体に嬉しい水やん。今日、タンレ忘れちゃってね、お店に。タンレ飲むんだけどね。そっか。でもこれ見て飲んどい人もおる。うん。ああ、まあ向こう側で。そうそう、だから、ホストと喋ってる。はい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 。ありがとう。ねえ、コンタクトはつけなくて、俺ね、ちょっと目が本当に悪くてね、コメント欄見えなくてからね、メガネつけてきたよーって感じで。あれや。
今日はでも多分来てくれるで。急になんか刑事みたいになったね。そうですね、ちょっと刑事スタイルでいこうかなと。ちょっとアピール足んないと思っちゃった今。違う、そうっすね。ちょっと音聞かせてみたら、LINE ちょっと。お前、LINE を入れてくれたからみんなこう、もう LINE で。多分、はい、もこみち入りました。お、もこみち。バレた？バレちゃった？あえ、ちょっと言うときよ。言うときよ。何ですか？ LINE ください。俺にだけだよ、LINE し。LINE ください。そう。これ入れてるやん。はいはいはい。ね、LINE 入れたのに、言うとおるやん。ね、これパソコン触っとったら、LINE 入っとるからね、もう。たまにね、あのここにね、オリーブプレイしてくれる。あ、それいいんじゃない。ちょっとカメラ越しに、もし俺を指名してくれたら、あっち見て、言わない、伝わらない。あっちカメラ。オリーブプレイしますって言うんですか。いいっす、一回言おうや。いやだこれ言わせるでな。オリーブプレイってマッサージのことだから。何をってそうそうね、マッサージのことですよね。肩を肩を下ネタは顔だけにして。言われてるよ。誰がオリーブ、オリーブちゃん神々か。じゃあもう下ネタだけは顔にしてやって。顔にしてるというか顔だけにして。そうそうそう、この前言い間違えたのよ。私なんか全然可愛くないわよつってこう悩んでるお客さんがいたの。はい。じゃあね、もう俺は元気づけるためにね、はい、人間顔じゃないよって言おうとしたの。人間の顔じゃないよって言っちゃって。もう余計落ち込ましちゃった。日本語の難しいところ。日本語って難しいよね、マー君。はい、次どうぞ。はい。おもろいやそれ。すごい。余計へこんどったよ。めっちゃ受けてる。人間の顔じゃないよ。デラックス見学できるの？できるよ。うん、できるよ、デラックス。たまには来てくれる人いますよね、身にね。たまにおるよ。うん。多い時もすっごい入れんもん。ねえ、一応ね、閲覧者席みたいなのがあるからね。でも、ね、何に受けてんの？まだじわる。いや、だから人間の顔じゃないよっていう。ねえ、俺もうほんと、冷や汗すごかったんです。多い時貼ってるんだ。そういう、って言っちゃったもん。あんまテンパらんのにね、レンさんね。もう泣いちゃいそうな顔してたね。レンさんのね、喋りはね、ちょっと俺は、すごいから。すごいの？なんか好きなの？なんかそういうプレイが始まってるみたいな。なんでじわりじわり来させるから。だから東京だって。板橋だって言ってんの。板橋そうです。高野豆腐好きな板橋出身です、東京の。そうそうそう。もう庭にはもうすぐビワがなります。ビワなってる家ってすごいね。よ、ビワ奉仕。誰がビワ奉仕や。住んでるんじゃないのか。板橋は住んでるんですか。住んでます。実家です。はい。毎日母親の手料理を食べて出勤してきます。いやでも親思いっすよね。愛に溢れてる。頑張れる。もう沖縄行ってきます。お土産なんかいいからね、ルイ・ヴィトンとかいらないからねっていう母親もはや沖縄関係ない。パワフル。沖縄関係ないよ。大変大変。すごい。でも親孝行のイメージありますけどね。いや俺も親孝行のイメージしかない。いやでもね、ドルチェのね後輩の方がお金かかりますよ。もうねちょっとむくっと立ち上がってね、ちょっと行動するとね、どこ行くんですかって、もうトイレだよみたいな。ならいいですけど。そうですね、立ち上がったら大体ついてきますね。ご飯かなんかと思って。そうよ、お金かかるでしょうね、みんないっぱい食べるから。あ、元気くんに質問来てるよ。俺が一番お金かかりますよ、多分ご飯とかね。そうですね。マサヤさんにいつもお世話になって、よく藤崎さんにもこの前は除草園弁当をおごってもらいました。マジで。めっちゃええやん。ここで言うか。まあ、お掃除頑張ってたからね。俺なんかあれよ、一緒にレンさんのご飯行ったら、マー君はほんまにご飯代かからんでええわ。めっちゃ小食やから。びっくり。この前お寿司屋さん行ったの。うん、もうどんどん遠慮なく頼んで、マー君って言ったら、あーすいません、じゃあちょっとわさび。アル中の塩とわさび。そうそう、塩とわさびでお酒飲むの。そう、やばい。で、芽ネギとかあんまり魚いかへんね、うん、卵とか。あー、かわいいな。そういうのちょっと僕一緒にマサヤさん行きたいですね。お寿司ね。お寿司行こう。シャリ半分って言ってたもんね。そう、半分でもいい。刺身にしたらいいね。そうなんですよ。マサヤさん食べないんだけど、そんからすごい飲むの。お酒の量がやろ。そう。ね、飲む気が。マサヤ渋いなーって。渋い。ほんま渋いなって思うんやったらね、LINE 一つ欲しいよね。ああ、そうだね。マサヤさん一緒にわさびを当てにお酒飲みたい。そう。そんなやつおらんやろ。わさびおごってくれるよ、マサヤさん多分。わさびやったらわさびや言うて出してくれるから。飲める飲める。
ラインセガムとか渋くない。確かに面白い。こっちとらこっちとらかかっとんねん、デラックスが。そうだよね。あ、でもなってないですか。まだなってない。かけるも実はなってるとかないの。塩対応だね。塩対応だね。まだなってないですね。まだなってないね。ちょっと欲しいけどな。ちょ、ほんまに欲しいよね。意外と送りにくいですかね。これ何、ライン待ち。これライン待ちですよ。切るんかい。寒くなってきました。結構ね、あのね、この前そのデラックス見たって来てくれた人も結構毎週見てくれてたんだけど、なんで LINE くれなかったのって聞いたら、やっぱちょっと恥ずかしいとか。ああ、かわいい。LINE、うん、返事ないもんやって。あら、それは誰に LINE したの。あ、マスターや。おー、あんなたは前もやで。だから一回マサヤさん LINE が来て、今から飲みに行こうって電話までしたのに、最終的にブロックされるみたいな。何するで。もうすぐ店着くからって、ね、そっから文字打つなっておかしいな。ブロック、ブロックや。からかわれてんだね。リシャール降りる予定やったのにね。そうや。リシャールいくらですか。リシャールっていくらみたいな。ね、そこまで話がもう。そんな安いんだ。今から行くね。ね、あと5分で着くから。リシャール下まで迎えに行くわ。あれブロックやねん。怖っ。それ同伴じゃなくてよかったっすね。怖っ。そうなのね。で、ブロックされたけど、次の日に、明日行くから。うん。ね、こいつブロックしたのに。まだ LINE、ブロック解除された。で、6時に、じゃあ一緒にお店行きましょうって言ったら、俺も4時半ぐらいに降りて。真面目。スーツ着て。4時半、早いね。そう。やっぱあのね、もうほんまに遠足の前みたいな、ドキドキするドキドキするから、リシャールのこと考えたり、ほんなら、立山の前だっつって6時に待っとって、なんかあるんやろと思って10分ぐらい、急いだよな、思ったら7時になっても来んかった。ブロックされた。かわいいぞ。そうね、からかわないで。あら、もう本当にピュアだから、そんなの鵜呑みにするから、マサイさん、そういうね、あれはやめてね。明日が永遠に来ないね。明けない夜はないよ。そうだよ。だからね、ちょっとね、まあ、今日からね、始まる何かはまるか。おー、今からお店一緒に行きましょう。LINE 来い。懲りないね。待ってます。ちょっと誰か、誰か、マサヤさんにリシャール下ろしてあげて。お願いします。リシャールいかがでした。何が。リシャールいかがでした。そんなん言われんよ。店でしか。店でしか。じゃあもう、今月28日は、ハロウィンパーティーですね。そうです。まだあの28のやつも撮ろう。そう、僕もその時も藤崎ね、デラックスで。そう、もうその時はもう3連覇取った。あと一応2年連続あの MVP 賞受賞してるんでね、仮装の。今年は角が生えるよ。やったー。なんだろう。また次回。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。